皆様、こんにちは。損保リスクマネジメント、サイバーセキュリティ事業本部、プロダクト戦略部の植田でございます。これから、ヘルスケア分野で求められるサイバーセキュリティ対策と題し、特に医療機器に関するサイバーセキュリティ課題についてお話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。本日の内容ですけども、このようになっております。 まず最初にヘルスケア分野の動向について、続いて医療機器へのセキュリティ対応の必要性、またそこで求められるセキュリティ対策についてお話をさせていただきます。最後、まとめの前に、弊社の医療機関向けサイバーセキュリティソリューション、メディゲートのご紹介をさせていただければと思います。それでは、 ヘルスケア分野の動向について見ていきましょうここではヘルスケア分野の情報化 COVID-19 関連のサイバー動向医療機関医療機器のインシデント事例そして医療機器規制員の動きについて今年3月に公開されました IMDRF のガイダンスについてご紹介させていただきます。 情報化という観点ではいずれにしてもネットワークを活用することが前提になってきているように思いますオンライン診療地域医療連携などではネットを介しクラウドを活用することで実現されている例も多くあります今後は 5G の医療応用も期待されています D2P いわゆる医師と患者とのやりとりにおいては 現状の 4G でも十分ですが医師同士の D2D 通信では高精細な画像データを共有するために高速大容量通信が必要になるとも言われています。またスマート治療室スコットのように医療機器同士が相互に連携し手術の効率性や安全性向上に向けた取り組みも始まっております。 まあ、この分野では、今後もさらなる進化が期待されるところかと思います。続きまして、コビット十九に関連したサイバーの動向を見ていきたいと思います。まあ、こちらのデータ観測期間は、今年三月上旬から四月下旬にかけてのものとなっております。 新型コロナウイルスの感染拡大が始まった3月頃からダークウェブ上での活動が活性化し始めていますそれに呼応するかのように医療業界を標的とした攻撃は感染拡大前と比較し4倍から5倍へと増加していますその攻撃の約3割は 古い脆弱性を利用ししたたものでしたこれは医療機関ではいまだ古いソフトウェアや OS が使われていることの裏付けと見ることができるかもしれません。また地域別に見てみますとヨーロッパやアジア地域が多く標的となっていましたが今年の6月から7月にかけて新型コロナウイルスの感染者数が増大しているブラジルやインド こちらが標的になっているようです実際に観測されている攻撃としてはトロイの木馬型マルウェアクアンピアーズによるサプライチェーン攻撃や COVID-19 に関連する不正ドメインを使ったフィッシングメールなどがあります。 サプライチェーン攻撃についてはその被害が拡大していることから FBI が警戒を促していますまたランサムウェアによる被害も医療機関で多く報告され、まあ、こちらについてはインターポールが同様に警戒を促しているという状況にありますこちらは国内の医療機関におけるインシデントの事例ですが メールのご送信や USB メモリの紛失などによる個人情報の流出はこの5月、6月だけでもはい多く報告をされています医療機関のマルウェア感染事例もここ数年は毎年いくつかは必ず発生しています今後、今まで以上により一層の注意が必要となってきている状況かと思います こちらは2020年、まあ、今年になって FDA が出している医療機器に関するリコールの一部です。まあ、この中に、ベクトン・ディッキンソンの輸血ポンプ、こちらのソフトウェア不具合に関するリコールが出ていますので、少し見てみたいと思います。輸血ポンプは液体、薬剤、 血液及び血液製剤を制御された量で患者の体内に送る装置です。まあ、こちらのリコールの理由ですが、えー、記載しておりますとおり、ソフトウェアの不具合によって、えー、注入の遅延や中断、注入不足、えー、過剰注入、まあ、こういったものにつながる可能性があるというものでございます。まあ、FDA はこの影響により、 深刻な健康への悪影響として負傷者55名死亡者1名と報告をしていますこちらは今年の6月から7月にかけて US サードで報告されたメディカルアドバイザリーの一部ですさまざ、あ、まな脆弱性がこう列挙されているんですけども、えー、この中に ハードコーディングされたパスワードの使用に関する脆弱性があります。まあこの脆弱性ですね。未だ多くのメーカーの機器で報告をされているようです。まあこのハードコーディングですけども、いわゆるその I.T. の領域ではまあ一昔前にですね、よく報告されていたのですが、未だ医療の領域では多く存在していることを示している事象なのかなというふうにも思うところです。 このようにソフトウェアの不具合や脆弱性が多数報告されている医療機器ですがここからはその医療機器に関する規制について見ていきたいと思います今年3月に IMDRF 国際医療機器規制当局フォーラムにより医療機器サイバーセキュリティの原則及び実践というガイダンスが公開されましたこれは各国の 規制当局のの共通概念ととしてまとめられたもので医療機器のサイバーセキュリティに関する国際整合を図るための一般原則とベストプラクティスこれについて全ての責任関係者間に対して推奨事項を提供するものとなりますこの IMDRF に対し厚生労働省は5月の13日付で IMDRF ガイダンスを 今後3年程度をめどに医療機器清掃販売業者に対して導入することを通知しました現時点でどのような形での導入になるのかまだ明確になっていないようですがある程度の強制力を持たせた導入になろうかと思われます IMDRF ガイダンスの構成は 主に4章で一般原則5章と6章がベストプラクティスという形で市販前と市販後の考慮事項が記載されています一般原則では医療機器の製品ライフサイクル全体にリスクマネジメントを適用していくこと全ての責任関係者での共同責任であることなどが明記されています 医療機器のセキュリティであれば、医療機器メーカーが対応すればいいことと捉えがちですが、本ガイダンスでは、ヘルスケアプロバイダー、いわゆる医療機関も責任関係者に含まれ、責任を負う立場にありますので、ご注意いただきたいと思います。 でこちらではポイントとして3点ほど挙げさせていただいております。1点目は共同責任で全ての責任関係者は自らの責任を理解し他の責任関係者と密接に連携する必要があることが明記されています。原文ではステークホルダーで利害関係者となっていますが法約では責任関係者として まあ連携の必要性を強調しているものとなります二点目のソフトウェア部品表 S-BOM ですがこれは顧客向けセキュリティ文書として製造業者が提供する技術文書となります名称作成元バージョンビルド番号などのソフトウェア部品に関する情報が含まれヘルスケアプロバイダーは S-BOM にて 医療機器と関連するリスクを効果的に管理し医療機器の安全性と基本性能を維持するために使用します。3点目の「協調的な脆弱性の開示 CVD」CV D は透明性を強化するための手法となり脆弱性情報を入手評価緩和策及び補完的対策を開発した上で 責任関係者へ開示するための正式なプロセスを確立するものとなります。また CVD の採用はエンドユーザーに対する積極的アプローチであり、この取り組みは製造業者の成熟度を判断するための基準ともなります。IMDRF ガイダンスではその他多くの考慮事項ベストプラクティスが記載されていますので、 ぜひともご一読いただければと思います以上がヘルスケア分野の動向となりますここからは医療機器へのセキュリティ対応の必要性について説明させていただきますヘルスケア分野におけるサイバーリスクの増加要因はいろいろとありいずれも注意すべき重要なものなのですがここでは 右上の医療機器ライフサイクル古い機器 OS ソフトについて見ていきたいと思います COVID-19 関連のヘルスケア分野の動向のスライドでご説明したとおり医療機関に対するサイバー攻撃では最新の脆弱性だけではなく 古い脆弱性を狙ったサイバー攻撃も行われています。医療機器や医療関連システムでは、一度導入されると5年以上、10年、15年と使用されるケースがあり、その中には当然製造メーカーのサポートが終了している機器やシステムが存在します。サイバー攻撃を受けた際に被害をこむる可能性は、 一般的な情報系のシステムと比較するとかなり高い状態にあるのかなというふうに思います医療機器のセキュリティにおいてその可用性と完全性の侵害は患者の健康被害を発生させるなど患者安全へ大きく影響しますこのようなことから医療機器へのセキュリティ対応はとても重要な取り組みであると言えます 前のスライドでは医療機器の用途や特性から見たセキュリティ対応の必要性を説明させていただきましたが医療機器が接続されている環境面で見てみると医療機器の多くは今やネットワークに接続されておりネットワークを介して攻撃を受ける可能性もあります。また攻撃を受けた医療機器と連携する他の医療機器へ 障害が及ぶことも考えられますこのようなことも医療機器へのセキュリティ対応が必要な要因の一つと捉えるべきかと思います。はい、でこちらは参考までに載せている資料になりますがヘルスケア分野がサイバー犯罪者に狙われる要因の一つとして 医療データの高騰などが挙げられます医療記録はその内容にもよりますがダークウェブでは高いと1,000ドルもしくはそれ以上で取引されることもあるようです。で医療機器は可用性や完全性が侵害されることにより患者安全に影響を及ぼす可能性があるため セキュリティ対応が必要であるということを確認しましたここからはではどのようなセキュリティ対策が必要なのかについて見ていきたいと思いますこのスライドでは医療機器に対するセキュリティ対策の容易さもしくは困難さを NIST のサイバーセキュリティフレームワークをベースに 一般情報システムと比較したものになります。一般情報システムでは、各フェーズの対応を実現するための仕組みやソフトウェアが多く存在していることから、易まるとしています。しかしながら、医療機器へのセキュリティ対策は、その仕組みやソフトウェアが存在していない これが現実かと思いますよって困難または非常に困難であるという評価をしていますこのような状況にある医療機器に対するセキュリティ対策の方向性ですが医療機器に直接セキュリティ機能を付加するのは難しいため 間接的なアプローチが必要になってきます。えー、まずは病院のネットワークに接続された医療機器やネットワーク全体を見える化し、その情報から異常を検知、まあ、必要に応じて危険な状態にある機器を保護するといった流れになります。まあ、ただし、ここで課題となりますのが、えー、数千台規模の 医療機器を効率的に可視化できるのか、また検知においては医療の業務フローを加味した異常検知が可能かといったことがあります。一般的に適切なセキュリティ対策を施すためには正しく現象を把握することが最初のステップとなります。 医療機関のネットワークにおいても、まあ、同様に現状把握は必要です、まあ、実態を把握すること、まあ、つまり可視化することで、まあ、そこで発生するリスクについても可視化していくことが可能となります現状把握は病院全体で捉えるべき情報と医療機器個別で捉えるべき情報があります、まあ、特に医療機器については IP アドレスや製品名だけを把握しておけばいいというものではなく例えば機器の特性医療機器分類や PHI 情報の有無ですねまたネットワークの接続形態優先接続なのか無線接続なのかまたは接続されている場所ですねこういった情報もセキュリティ管理上必要な情報となってきます。 セキュリティ対策を進めていく上でのあるべき論として、現状把握はとても重要なのですが、実際に実施してみるとその大変さに気づき、多くの場合途中で断念してしまいます。セキュリティアナリストの人たちは現状把握の重要性をま示してはくれるのですが、その手段ですねこちらはなかなか示してはくれません。 まあ結果ですね自分たちで実施してで、まあ、途中で断念してしまうということになりがちです医療機器の現状把握だけでもまあ大変なのに病院にはですね医療機器以外にももちろんネットワークに接続している機器がとても多く存在していますソフトウェアなどの仕組みを使わずに人、まあ、手でこの現状把握を行うことは,やはり非現実的かと思います ましかもこの現状把握ですけどもま1回実施すれば終わりりというものではありませんやはり定期的に実施し日々の状況を把握していくことがセキュリティ管理上は必要かと思います。最初の1回だけでも大変な現状把握これを定期的に行うということは現実的にはこう無理と言わざるを得ない状況かと思います。 まただ、しかしながら、えー、この現状把握がもしできれば、えー、それだけでも得られるメリットはとても多くあります。まあ、例えば、新しい脆弱性が見つかったとき、まあ、その脆弱性に該当する医療機器を簡単にリストアップすることができます。また、サポート儀礼の OS を使っている医療機器が全体でどれぐらい存在しているのかを 把握すすることもできますそのようなメリットはインシデントが発生した際の影響範囲を予測することもでき初動対応がとても取りやすくなります再びこちらのスライドを表示しておりますが可視化や検知を自動化できれば 現状把握が定期的に実施できるということになりさっきのスライドで示させていただきましたメリットをですねこちらを享受できる状況になるのかと思います、まあ、つまり今医療機器に求められているセキュリティ対策を実現する手段が見つかったことになろうかと思いますここからは弊社の 医療機関向けセキュリティリスクマネジメントサービスとしてリリースさせていただきましたメディゲートについてご紹介させていただきます。医療機器に特化したサイバーセキュリティ製品としてこれまでに出てきた課題の多くを解決し、ヘルスケア分野でのサイバーセキュリティ対策を支援できる製品でございます。 メディゲートの特徴になりますが、大きく3つございます。まずは可視化ですが、診療ネットワークに接続された医療機器、IoMT デバイス、こちらを網羅的かつ自動的に収集し可視化をします。まあ、そして、医療機器の異常検知では、ネットワーク上の不審な通信だけでなく、リコールの情報、 もしくは弱いパスワードの使用こういったものも検知をします。そしてメリゲートはファイアウォールや検疫システムなど他のシステムと連携し危険な状態の医療機器をネットワークレベルで隔離し被害を局所化するそういった保護機能を支援します。 メディゲートの主なな機能となります医療機器のサイバーセキュリティ対応に必要な情報を収集するだけでなくプロアクティブにシステム管理者様がアクションを起こすための機能こういったものが存在しております収集した情報をもとに医療機器のリスクスコアを算出しますので病院全体で セキュリティの状態を把握することにも役立つかと思います。こちらはメディゲートの管理画面いわゆるダッシュボードでございます。ダッシュボードではネットワークに接続された医療機器や IoT デバイスなどすべての機器情報を俯瞰で把握することができます。 病院の IT 管理者やセキュリティ管理者様はこれらの情報をベースにプロアクティブに必要なアクションを起こしていただくということになります。でこの画面ちょっと見にくくて申し訳ありませんがこれはメディゲートが自動的に取得してきた医療機器の情報を示した画面です。 一部ネットワーク的に付加的な情報が必要になってきますが現状把握でで必要な情報はほぼ網羅的に収集できますこのような情報は最初に IMDRF のガイダンスの話をさせていただきましたがそこで出てきたソフトウェア部品表 SBOM ですねこういったものや協調的な脆弱性の開示 CVD などに 活用ができるのではないかなというふうに考えています。こちらは医療機器をリスクスコアリングした情報となります。脆弱性やリコールの該当状況、ネットワーク構成上のリスク、危機器特性をベースとした重大度、まなどからリスク値を算出しています。 医療機器のの市販後の運用に必要となるこのような医療機器の個別の情報や脆弱性の情報などは今後医療機器メーカーだけが使うものではなくヘルスケアプロバイダーでもこのような情報を使って機器を適切に管理運用していくことが求められるわけですがそのようなことにもです、ね、利用が期待できるメディゲートの機能かなというふうに考えております。 はいそれでは最後まとめとなります。ヘルスケア分野の情報化は今後も進みます。そしてこれに伴いサイバー脅威のリスクも高まってまいります。医療機器は動作不良により患者安全へ影響し健康被害を発生させるそういった可能性がございます。 よって可用性や完全性がまあ機密性よりも優先されるというふうに理解しておくことが重要かと思われます効果的なセキュリティ対策を実施するためにも現状把握は重要であるということを確認しました現状把握後のリスク分析ができなくても現状把握ができれば 得られるメリットは非常に大きいといととうことですまたメリゲートは病院ネットワークや稼働中の医療機器に影響を与えず自動的に医療機器を収集し現現状把握を実現してくれますこのようなことが実現できますとインシデントが発生した際の影響範囲が予測でき初動対応も取りやすくなるといったことが言えると思います。 ヘルスケア分野におけるサイバーセキュリティ対策は今までになかった新たな課題に対し企業だけではなく IMDRF にもありましたが責任関係者全体でで取り組んでいくく必要が出てくると思われます。薬機法などで取り扱っていない範囲の対応や対策が今後求められてくるのではないかというふうに思っております。 ヘルスケア分野のセキュリティ向上のためにも皆様が積極的に関わりを持っていただくことが今後さらに大切になってくるのではないかというふうに考えております私からは以上となりますご清聴ありがとうございました